キリンビール、キリンビール株式会社、キリンビール、キリンブルーリーカンパニー、リミテッドは、日本の酒造会社である。一般的な企業名表記として、カタカナのキリンビール株式会社も用いられる。現会社は、持ち株会社である、キリンホールディングス株式会社、旧キリンビールの改組により設立の子会社で、国内総合飲料事業を統括する、中間持ち株会社、 キリン株式会社の傘下にあり、ビールや発泡酒を製造する事業主会社との位置づけである。企業グループは三菱グループに属する。1870年、明治3年にノルウェー系アメリカ人、ウィリアム・コープランドが日本で初めて大衆向けにビールを醸造、販売した企業、スプリング・バレー・ブルワリー、コープランドビール起源とする。 日本のビール事業の草分け的企業である。幾多の変遷を経て、1907年、明治40年に、三菱財閥参加の日本国籍会社、キリンビールとして、新発足。第二次世界大戦後は徐々に生産量を増やし、1954年、昭和29年には、年間固定量で、トップシェアを獲得し、国内ビール企業の地位を確固たるものにする。 アサヒビールのアサヒスーパードライの台頭までは継続的に首位を守った。2009年、平成21年はアサヒビールがビール類、ビール、発泡酒、第三のビール、販売数量首位となっており、新商品の投入合戦で熾烈なシェア争奪戦を繰り広げているが、発泡酒と第三のビールではキリンがトップシェアを獲得していることもあって2009年、 平成21年のビール類、出荷量市場シェアは、キリンビールが37.7%と、アサヒビールの37.5%をわずかながらも、抑え9年ぶりに首位に返り咲いた。ビールの商品構成は多品種で、品揃えは、業界一、2010年、平成22年2月時点で、定番ビール11名柄、ライセンス品含むを、製造、発売している。 2007年、平成19年7月1日、従来の事業持ち株会社のキリンビール旧はキリンホールディングスと称号を変更し、純粋持ち株会社となった。ビールなどのアルコール飲料の製造、販売事業については、1998年、平成10年に設立され、グループの共通業務を担当し、純粋持ち株会社制の準備に当たってきた9。Q キリンホールディングス解消した事業主会社キリンビール新に移管された。2007年平成19年7月1日以降、この項目では事業会社のキリンビール新について説明する。2012年平成24年の到来とともに、さらなるグループ再編の一環として正版分離を実施。本社に残っていた営業部門を分割し、これに グループでマーチャンダイズ事業を行っていた会社を合わさせ、新会社として切り離した。これを一時統合検討相手とされたサントリーグループに当てはめると、この会社が製造を担うサントリー種類、初代に分離された新会社が販売を担うサントリービアスピリッツにそれぞれ相当する。2013年、平成25年に入ると、 グループ会社のキリンビバレッジ株式会社、メルシャン株式会社と共に国内総合飲料事業会社としてキリングループオフィス株式会社から称号を変更したキリ株式会社の参加に移行した。キリンという名前の由来については諸説あるが当時の記録によると幹部の昇殿平五郎の提案によるものであることがわかっている。キリンは空想の古代中国の 聖獣、霊獣で縁起が良いとされており、命名当時、海外のビールで動物名が多く用いられていたことにちなみ、かつ、日本人に受け入れられやすい名称として入りしたという説がある。また、創業者コープランドの親しい友人の名前である、カリンから来ているという説もある。キリン原宿旧本社ビルは、東京都渋谷区神宮前六丁目十六番一号に、 所在した、キリンビール株式会社、以下、キリンビールの本社社屋である。ビルは、明治通りと山手線に挟まれた高台の、かつては、穏やかだと呼ばれた地区にあり、約1800坪の敷地に対して、建坪は500坪に過ぎず、残りは、日本庭園となっている。このビルが竣工して、キリンビールの本社となったのは1976年、昭和51年で、 当時創立70周年を迎えたキリンビールは、他社によって建築中だった、このビルを土地ごと購入、改装して、本社社屋としたものである。このビルはもともと高級マンション仕様として、設計、建築されており、余裕のある建物配置や内部構造はこの事情に、由来している。1995年、平成7年には一旦本社機能が、中央区新川に移され、 このビルは、キリンビールの医薬事業の事務所として使用されることになった。しかしながら2009年、平成21年8月には、キリンビール株式会社の本社はここに再移転。翌2010年、平成22年2月には、キリンビバレッジ社の本社もこのビルに移転された。これは、キリングループ内における飲料グループ同士の、シナジー効果を図るという経営戦略に基づいた、 もので、この二社本社機能隣接の際には、キリン原宿旧本社ビル内の設備、設計も大幅に改装を売れた。ただキリングループの国内主要市会社の本社を一箇所に集約することになり、同ビルはその目的にはやや手狭であることなどから、2013年、平成25年に本社機能を中野区の中野セントラルパーサウスに移転した。これに伴い当たりビルは、 新川のキリンホールディングス本社などと共に売却され、2015年3月に一般社団法人居住の会、原宿リハビリテーション病院が開業した。キリンビールは全国各地に統括支社を設置し、その地域に合わせたキャンペーン活動を展開している。1995年よりサッカー日本代表公式スポンサーを務める。元々は前日のキリン原宿本社ビルが、 山手線の線路を挟んで当時に本サッカー協会 JF が入居していた岐記念体育会館と向かい合わせたという縁から1978年に JF が開催したジャパンカップに共賛したことがきっかけ。ジャパンカップは1985年にキリンカップサッカーと大会名を改め現在に至るまで共賛を続けている。また2001年からはサッカー、 日本女子代表2007年からはフットサルビーチサッカー日本代表の公式スポンサーも務めフルカテゴリースポンサーとなっている日本オリンピック委員会のオフィシャルパートナーでもあったがサッカーの国内プロ化以前から支援していたサッカーへのサポートに専念するため2008年度平成20年度いっぱいで契約を打ち切ったその後朝日ビールに変更また2007年 平成19年まではバスケットボール男子日本代表のスポンサーでもあった。キリンアートアワード開催役ポキリンプラザ大阪での展示会など現代アートへの寄与を行っていた。2007年平成19年11月1日以降の芸術文化支援はキリンホールディングス株式会社が主となっている。パフォーミングアートのイベント協賛として 静岡県静岡市で毎年秋に開催される大道芸ワールドカップイン静岡に静岡支社、旧静岡統括支社が第2回目から協賛している。かつて存在した旧原宿本社はもともと医薬品事業の統括を行っていた事務所であり持ち株会社制以降で新キリンビールが種類に専念することとなったためキリンファーマ本社を経て 今和発行キリンの事業部など、グループ企業が入居していたが、2009年、平成21年8月、キリンビール本体の営業本部が原宿に再移転した、陶器場の本店は、中央区心に残る。2013年、平成25年5月までに、本社、陶器場の本店を中野に移転した後、原宿本社ビルと新川ビルは売却され、旧原宿本社ビル後には、 佐賀県に本部を置き、九州を中心に医療施設を点する一般社団法人居住の会による医療施設原宿リハビリテーション病院が2015年平成27年3月に開業した。キリンビールは鉄道貨物とのつながりが深く、1984年昭和59年2月の59.2ダイヤ改正まではほとんどの工場で専用線を所有し、 製品や私有化者による原料の鉄道貨物輸送を行っていたが、現在では仙台工場のみとなっている。営業関係の拠点は、分社実施により、すべて新会社、キリンビールマーケティングに移され、現在キリンビール本体に残るのは、商品の開発、製造に関係する拠点のみである。なお、両社とも本部機能は中野式の都市に置く。 1990年、平成2年から2003年、平成15年まで、自社のキャンペーンガールを選出していた。提供クレジットは2006年、平成18年まで、キリンだったが、2007年、平成19年から、キリンキリンビールと表示されるようになった。提供案内は、キリンビールキリンビバレッジの提供でお送りします。しましたという。また、稀に、 グループ会社のメルシャンの製品 CM も流れることもある。2018年、平成30年現在、23時代を中心に放送されているニュース番組2番組、ニュースゼロ、FNN プライムニュースアルファにおいて、カウキャッチャーで CM を各15秒2本ずつ放送していい。2013年10月から2015年3月までは、一社、提供。 大筆頭番組を除き常時提供する番組は報道番組のみになり、その他の番組には不定期スポンサーとして幅広く提供していた。You イ r ザ Time, The News Alpha, c 各15秒2本他多数。一方のラジオでの番組提供はほとんど、プロ野球中継の用日別スポンサーでの提供契約が多かったため10月翌年3月は、スポットでの広告展開になっていたが、 いつかは不明だが、FM でも広告を出向する様になってからは、数年同士で、ラジオ CM が流れるようになった。しかし、未成年の飲酒やドライバーの飲酒運転が、社会問題へ発展し、テレビ同様ビール、酒造組合から、ビール CM の広告展開の見直しが現在、要求されている。それを見越して、一部の放送局では提供番組を、プロ野球中継から、 音楽番組へ切り替えている。また、かつてチビールのラジオ CM が地域ごとに流されていたこともあった。など。スポーツ新聞の1ページ目第事の段に、遅くとも1980年代の初め頃まで、キリンビールの瓶の王冠の写真をデザインし、その上に、品質本位という広告が掲載されてあった。ビール瓶やアルミ缶。 流通用段ボール箱等の形について、国内の同業他社、アサヒ、幌サ,サントリーが基本的に共通規格のものを用いているのに対し、キリンビールは独自規格品を使用している。理由としては軽量化やコスト削減のほか、ビール瓶については伝統の投げ型を守るという目的もあるという。なお、一般的な太さのアルミ缶は、1995年頃から、 上部の直径が狭い204系缶を日本で初めて採用しているほか、飲み口の幅が広い広口管、キリンでの名称は飲み口ワイド缶も、打者では2000年代に入ってから採用されたのに対し、キリンでは1997年により、ビール工場と LA2.5 で日本で初めて採用し、1998年には 135ml 缶を除く全商品で採用している。 このように独自企画のパッケージを開発するため、社内にはパッケージング技術開発センターが設けられており、瓶、缶の軽量化や CO2 排出量削減を継続的に行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。